母さんね、ちょうどいいところに。冷蔵庫からコーラを取ってきてくれないか。別に構わないけど、嵐が自分で取ってくる方が早いと思うわ。私がカロリーを必要としているのに、超能力でカロリーを消費したら本末転倒だろう。安心したまえ、借りはいつかちゃんと返すよ。いつになるかは未定だが。重ねを理解することで戦闘の効率化が見込めそうだ。それじゃあお互いに理解し合うことが必要そうね、嵐。感謝してやってもいいぞ。素敵ね。すごく疲れた。お姉ちゃんに会いたい。あれ、瀬戸さんの？どうしてここに？お姉ちゃんも瀬戸さんもみんな私から離れていってしまう。この気持ち、前にも、ずっと前にも感じたような。どうしてだろう。胸が苦しい。私、何か大事なことを忘れているんじゃないかしら。カサネ、そろそろ起きてくれる？はい。どうやら、周王に非常事態宣言が出たようなんだ。様子を見に行ってみよう。カレンが動いたのかもしれない。ハルカの様子も気になるし、はぐれたルカがどうしたのかも心配だわ。スオに行けば何かわかるかもしれない。シデン、あなたはいいの？僕のことはいいだろう。ああ、そうだったな。シデンはカレンの側につこうとしていたんだったね。一応、気づかないふりをしてあげていたけれど、シデンはどうするの？僕だってどうしたらいいかわからないさ。カレン連隊長、カレンを信じたのに、クナドで攻撃されたんだぞ。
私たちと一緒にいたから裏切られたと思ったのかしら。僕もカレンに一言言ってやらないと気が済まない。一緒にスオーに行く。わかったわ。それじゃあみんなでスオーへ行きましょう。やけに静かだな。まだセイラーの駐留軍や海抜軍の反乱分子はスオーまで来ていないのかしら。遥かから何か聞ければいいんだけれど、サイネットが落ちていて通信が。気をつけて重ね。スオーの防衛システムを何者かが停止させたみたい。怪異がスオーに入り込んでるわ。おまけに海抜軍同士で同士討ちみたいなことが始まって、私もオペレータールームに入れないの。なんとかして状況を調べてみるから、何か分かるまでどこかに退避して。強化、それに重ねももしかしてテレパシーを受け取ったのかな。二人とも時間差で目が泳いでいたよ。ええ、はるかからよ。何者かがスオーの都市防衛システムを停止させたらしいわ。海抜軍の同士討ちも始まって、ハルカもオペレータールームに入れないみたい。今僕にもハルカからテレパシーが届いた。私にも来た。ハルカもなかなか大変そうだ。それにしても同士討ちか。カレン率いる反乱分子はすでに町に入り込んでいたようだね。ハルカはしばらく退避していろって言ってたけれど。そうも言っていられないみたいね。使うわ嵐。はぁ、ハサミ撃ってるよ。こんなところね。まだ他にもいるかもしれない。注意して。焦げる。どうした重ね、カゲロウがいたのか。ええ、透明化して海抜軍本部の方へ走っていくのが見えたわ。透明化してねえ。こっちが怪異と戦っているのに気づかないはずがない。我々から逃げたのかもしれないね。どうしてカゲロウが逃げるんだ。さあどうだろう、後ろ暗いことでもあるとか。気になるわね。海抜軍の同士討ちって話もあるし、カゲロウが何か知っているのかもしれないわ。追跡できるかわからないけど、海抜軍本部の方へ行ってみましょう。やれやれ、退避していろと言われたんだろう。どの道町にも怪異が入り込んでしまって、退避できる場所なんてアジトかシェルターぐらいよ。シェルターは一般市民が使っているはずだから、私たちが行くわけにはいかないでしょう。そうだな、ついでに怪異を討伐すればいい。少しは市民の助けになるだろう。ゲロウはユイトたちと一緒だったはずだろう。カレン側についたのかもしれないわね。いずれにせよ
本人を捕まえて聞けば分かることだわ。貸してもらうわ。乗りこなせるかい？足にしておくぞ。ありがたく思え。
なんだ、町のビジョンが一斉に消えた。こいつは都市コンピュータの荒はばきがシャットダウンしたな。都市機能を制御している荒はばきが停止すれば町の機能も停止するってわけか。分かっていたことだが、コンピュータの装飾が消えると何とも味気ない風景だね。ベルペッパーはいつもこんな風景を見ているのか。ベルペッパー？ピーマンのこと？無能力者のことよ。能力がないから頭の中身が空っぽだってことさ。くだらない差別用語だ。シデンの言う通りだ。すまないね。良くない言葉だった。都市機能は一般人、能力者の使用を想定して作られているからね。無能力者には生きづらい時代だ。今や人類のほとんどが何らかの能力を持っているのが普通だからね。でも荒はばきが何もなくシャットダウンすることは考えられないわ。カレンはセイラン氏と結託して反乱を目論んでいた。なら当然荒はばきは邪魔だろう。もうすぐシェルターです。まったく冗談じゃない。まさか街中で例の実験を行ったんじゃないだろうな。そんなはずは。だったらなぜ街中に怪異が現れるんだ。都市機能が麻痺したのもそのせいなんじゃないのか。待ちなさい。なんだ君は。怪物軍。あなたに用はない。おい重ね。例の実験って何。人間を怪異に変える実験のこと。そうなのね。未来のユイトが言っていた通りなんだわ。ヒリンから離れろ。まさかお前たちも反乱勢力か。お前たちもとはどういうことですか。この先の通りで超能力者に襲われたんだ。このタイミングで評議会の人間を襲うなんて反乱分子以外に考えられないだろう。待て、襲われたのは君たちだけか。いや、他の議員もスメラギ議長も襲われた。皆チリジリに逃げたが。そいつらを捕まえていて、開花実験について聞かなきゃいけない。おい重ね、待て。この先にスメラギ議長がいるなら開花のことを聞けるかもしれない。それにここで議長が死ななければ滅亡の未来が遠ざかるかも。次は行くぞ。
こっちじゃないわ。スメラギ議長のところへ急がないと。こんなところね。次は。スメラギ議長、そった海抜軍が、あれはトゲツ、この傷はもう、待って、死なないで。ニューヒムカは人間を怪異に変えることができるの。それは言えない。私は本気よ、答えて。どの道、私はもう重ね。ユイト、父さん。カサネ、大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！結局、私が殺したと思われる。だけどあの未来は私がいなかったから起きたはず。ここには私がいる。あの未来へは進ませない。ユイト、あなたには死んでもらう。はぁ、あ、何を言ってるのよカサネ。それがあなたとの約束。覚悟。俺を殺すことが俺との約束。何言ってんだよカサネ。分からなくていいわ、死になさい。やめろ。危なかったわカサネ。落ち着いて、謝っちゃダメよ。本気でユイトを殺すつもりなのか。おい、応答しろ。されるわけには。カサネ、後で話でも何でも聞け。今は父さんが心配なんだ。やめてくれ。議長はもう、いえ、余計なことは考えない。
今はユイトを殺すことだけに集中するのよ。私はきっと議長暗殺犯として追われることになる。今を逃したらもう次はないかもしれない。一体何を考えてるんだよカサネ。そう簡単にやられてはくれないわね。このままじゃ拉致が開かない。ブレインフィールド、あれなら確実にユイと。そうできるはずだわ。やるのよ今。私はお姉ちゃんを助けるためにこの世界を守りたい。そのためにこの手を汚す。これで確実に仕留めてみせる。ひどい気分だわ。自分が保てなくなるような。これがブレインフィールド。重ね。ユイト、ごめんなさい。私を恨んでくれて構わないわ。まだ息があるわね。今とどめを刺してあげるわ。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは、重ねが父さんを刺したのか。なんだ盲目ならニューヒムカの民よ。そして全てから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバース。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちも志を同じくする青鸞氏と共に歩む決意をした。このままだと捕まるぞ。逃げるならそっと試練たちに合流しろ。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。
そこに人の意志も自由もない。すべての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。目覚めよ、ニューヒムカの民よ。セーランは人間の自由意志を守り、人間が真に人間らしく生きるための環境を提示する。そしてその場を守ることを約束する。我らと共に歩む者に資格はいらない。私はセーランの前線に立ち、人類を管理し、一部の人間だけが利権を得る統制社会に反旗を翻した。これからはセーランを我が故郷とし、ニューヒムカの体制を打破するのだ。これから始まるのは隠蔽されていた支配からの脱却、革命戦争である。目覚めし者、目覚めようとする者よ、私のもとへ、セーランのもとへ集え。共にニューヒムカの体制を打ち滅ぼそうではないか。カゲロ、どういうつもりでスメラギ議長を刺したの？何？こっちも聞きたいね。どうしてユイトを殺そうとした？頼まれたからよ。なら俺と同じだ。俺の雇い主がニューヒムカの暴走を止めるために評議会議長を暗殺しろと命じてきた。誰かに暗殺犯の汚名を着てもらうつもりでいたが、俺の蒔絵に食いついたのがまさかお前らだったとはな。悪かったよ。だからって俺が真犯人だと名乗り出るつもりもないけどな。カゲロ、君は確か渡月の出身だったね。渡月教の伝道者だったとか。まさか渡月に依頼されたのか。渡月とは縁を切ってる。っていうか、この段階で議長の命を狙う勢力なんて一つしかねえだろうよ。セイラン側からの依頼ということね。今はそれで十分よ。それよりここで話し込んでいるとユイトたちに追いつかれるわ。とりあえずビジョン街まで逃げるわよ。話はその後にしましょう。いいわね。了解。カゲロ、透明化で逃げようとしても無駄よ。私があなたを捕まえておくから。さすが強化隊長、おとなしくしますよ。カサネちゃん、悪かったな。泥をかぶせちまって。狙ってはめたわけじゃないんだぜ、マジで。そんなことより、なぜスメラギ議長の暗殺役があなたなの？渡月出身者をセイランが信用するなんて。依頼された側の俺に聞かれても困るけど、俺の超能力が暗殺向きだからかね。まさか我々が反乱軍になるとは思わなかった。つくづく人生とはままならないものだよ。本当ね。私も、もういっそ、グレ教になろうかしら。いいね。ならば、グレ招待編成だな。